カロライナインコは、インコ木インコ科に属するインコの一種。アメリカ合衆国東半部に2つのアシュが生息していたが、双方ともすでに絶滅した。頭部はオレンジ色と黄色、首から、下は緑色。生息地はバージニア州、フロリダ州、テキサス州、東部、イリノイ州といった広大な範囲に及んだ。旅行とほどではないにせよ相当多くの生息数が、 あったと思われるが、これが旅行場とや、大踏みガラスのように、どうせどこかにたくさんいるさという考えを誘発し、保護の遅れにつながったとも言われる。好みを主食とし、巣は大木の穴に作った。ヨーロッパからの移民が進出して、果樹園を作ったことから、カロライナインコは、害鳥として、駆除の対象になった。またペット用の捕獲や、羽飾り、食用の狩猟も行われ、 数が減っていった。1870年代以降増殖の試みが行われたが、うまくいったものはなかった。開発による森林の減少もあって、カロライナインコの数は減り続け、1904年に野生では絶滅した。1918年、オハイオ州の新シシティ動物園で飼われていたインカスというナノオスが死んで、カロライナインコは完全に絶滅した。なお、 新種なき動物園は1914年に旅行場と最後の人はマーサが死んだ動物園でもある。ありがとうございます。